らわら。北さん婚者だよ。しゃべる。まだだが、わら。全然まだやん。まあゆっくり喋って待っとるか。やめろ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 、いいや、うるせえな、連呼すんな、連呼すんな。例えばさ、俺生活習慣を戻すためにさ、民剤を飲んだのね。これ怖い話なんだけど、俺が飲んでるのでフルニトラゼパムってやつ、で処方してもらった時に2錠までならいいですよって言われてて、初めて2錠飲んでみたのね。副作用で記憶がちょっと抜け落ちますよみたいなのがあって、いや俺そんなんでもないかなと思ったんだけど、このツイート覚えてないんだよね。俺さ、このツイート覚えてないの、自分でツイートしたの。俺朝スマホ見て、俺こんなことつぶやいたと思って、俺これ思ってたんだよ、別ゲー実況やってみたいな、コット初心者が 1,2 時間練習して1ヶ月後どんぐらい成長するかどうなるかみたいな動画を上げたいなと思ってたんだけど、勇気はなかったの。でもさ、もう5時もやばいじゃん。あと少しロルの動画のクオリティ上げたい、 DTM って大切なんだなっておむもった。もうラリっちゃってんの。もう岩井の何の話してんだろう。じゃあね、あれ、え。でさ、もうこの話をした後にちょっと下にさ、俺これリツイートしてんだよね。なんとハワイでマリオ。本当にやった人やん、これは。はい、ごめんなさい、ここに宣言します。俺やってないから。俺やってません。ガチで本当やってる人みたいになるんで、これまとまるとき、これリツイートしたら覚えてる。記憶が飛んでんだわ。で、もう一個怖えのがさ、俺さ、アマゾンで買ってよかったブログってあるじゃん。アマゾンでこれ買ってよかったですよみたいなアフブログ。あれ見んの好きなんだよね。で、俺眠くなるまでにそれ見て、時間潰してようと思って、何も買った記憶なかったの。マジで。もうほんと何も買った記憶なかったんだけど、次の日にさ、リーダー30個入りが届いて、もうこれも記憶がないんだわ。俺知らんうちに買っちゃってて、ウィーダー30個入り。まあ必要だったからよかったよ、これ。怖くなって、注文履歴とか欲しいものリスト見たんだけど、これと、モバイルバッテリーと、あとヒゲ剃りクリーム買ってました。で、買った記憶ない。で、必要なもんだったからよかったのは、ああ、俺ちゃんと自制できてんだなと思って、欲しいものリスト見たらさ、小銭が入れらんない3万の財布入ってたわ。俺危ねえ。絶対使わん。本当に。いや、でも本当。気をつけます。俺、ここまでなら大丈夫ってお医者さんに言われたから、大丈夫だなって飲んだけど、しっかり記憶が飛んだんで、マジで気をつけます、今後。あと、マリファナやってません。で、一番怖い話していい？一番怖い話がまだあるんだけど。プリコレってさ、毎日5時に絶対リセットあるよね。昨日リセットされなかった？リセットされたよね。ちゃんと。ミンザイを飲んだのが1時ぐらいで、深夜の。多分寝たのが2時ぐらいなんだよ。で、ああ、起きた。今日も日課のプリコレやっかと思って、スマホ見たら、プリコレの日課が終わってんの。これおかしな話じゃない？ということは、眠剤飲んで寝て、5時以降のどっかに脳が完全に停止したまま、ってなりながら、プリコレの日課を消化したの。やばくないこれ。俺、ちょっとも記憶いないのね。え、なんで俺今日プリコネやること終わってんだろうと思って。本当に俺ね、乗っ取りだと思ったの。マジで。ワンチャン乗っ取りかもしれん。これ怖い話すぎて。乗っ取りであってほしいんだけど、もうね、記憶にねえんだわ。俺本当、記憶ゼロのままプリコネの日課を消化して、アマゾンで記憶のない買い物をして、で、スイート。なんかちょっと、誤字の多い意識の高めツイートして。ほんと、今後気をつけます。君たちに、眠れない人は、お医者さんに行って処方してもらった方がいいよって軽い気持ちで言ってたけど、使い方ちゃんと考えないと、ほんと飛んじゃうんで、マジで怖い話でした。すいません。怖くない？俺ほんとに、プリコネの日課終わってんのが一番怖かった。寝るまでの、その、ツイートとか、アマゾンの買い物とかだったらわかるよ。
その寝てる時にバッて起きてプリコラの日課を消化してうわって寝たのの記憶がないのが怖くない？役決め配信俺が配信中にホタル飛んでるとか言ったらちょっとお前絶対配信やめろって言ってください。 DM してください。ホタルがいるな。見えてねえよ今は。見えてねえよ。向こうでがやべえやべえ床に虫たくさんいるとか言って。いや本当に意識が朦朧としてる時もある程度自分のことを自制できるんだなって。いやこういうので自分を信用しきっちゃうとまずいんで、ちゃんと気をつけはするけど、高いウィーダーじゃなくてちゃんと安いウィーダー買ってるし、うん、ウィーダーはずっと欲しいと思ってた。配信1配信1本ずつ飲んでいきます。スタミさんありがとうございます。励みになります。あれだけ気になるんだよね。渋谷はじめさんがさ俺にキレてたんじゃないの？さっきコメントしてなかった？何これ？いや俺の配信やん。ニコニコの動画とか久々に見たんだけど。ホスティングたち、なになに、マジでわからん。何を言いたいの？センキョースティング、渋谷はじめさん、あります。センキョースティングです、あります。あ、これ俺が言われてんじゃないの？これ渋谷、わけわからんくらい。渋谷はじめさんが言われてんの？なんで？俺の感謝が適当すぎて切れてるの？君たち悪魔なの？俺びっくりしてる。いい人とかなってる。ちげえよこれもう。ちょっと大切な話をしよう。よし、ちょっとこの際だから大切な話をします。君たちと今話を しないといけないことがあるわ。まず大前提でね、僕は汚いゴミ箱で君たちはゴミです。これ世間一般から見て、これはマジなの？これは俺は思ってないよ。俺はゴミ箱だから君たちにとって存在価値がないのね。存在価値はないの。君たち俺は必要としてるの。世間一般からして僕たちはゴミですね。でそこに二人三人の視聴者さんがね、見学に来てくれたの、ゴミ箱に。どんなゴミ箱、どんなんなんかなって見に来てくれたのね。で、そうしたら、誰やねん、おめえ、無名が。お前、どっか行けや。おもんないんじゃ、とか言うとさ、くさって言ってどっか行くの。くっさ、やっぱ臭いやん、ゴミ箱っつって。どっか行くのね。で、そこでさ、君らが何も言わずに、そこで何も言わずにね、いらっしゃいって、俺が選挙ワスティングありがとうございますって言うだけで、君らが反応しなかったら、もしかしたらさ、その人たちもゴミになるかもしれないの。ゴミになるかもしれないから、俺に協力してくんない？もしかしたら、仲間入りするかもしれないの。みんな協力してください。いや、そもそもまずね、まず、前はさ、ニコニコとかさ、喧嘩トスとかしないと他の配信者と絡めなかったり したんでしょ？今ってホスティングって素晴らしい機能があるの。で、ホスティングをしていただいたの。渋谷はじめさんが。で、そこで、うれぇ！でもやからか、お前らは。マジで。くんじゃねえみたいな。誰やってみえわ！じゃないやん。だから、ほんと、ホスティングはありがとうございます。ほんと、感謝してます。でもそこで問題が生じる。これは前も話したことなんだけど、さっき言った通り、ゴミ箱なんで、ここ。ゴミ箱なんで、他のところに、そのゴミを不法投棄できないんですね。ホスティングでお返しできない。それが問題なの。
なんていうのかな、皆さんはその一人一人お花をねどうぞと花束をくれるんだけど、皆さんからもらったリスナーさん大切にしますって。俺の場合は大量のゴミを、うわーで君たちはそのゴミを投げた場所で ちゃんと暴れるでしょ、ちゃんと暴れるじゃん。だからお返しすると悪い方向に行くんで、ホスティングっていう形でお返しできません。本当にごめんなさい。俺たちだけのゴミ箱に そういうお返しができません。本当に感謝してるってことは分かってください。周りが何を言うと渋谷はじめさんからのホスティングは僕は感謝してます。お願いします。本当に俺ゴミ箱って、俺本当にゴミ箱って思ってんの。だから君たちがいないと存在価値ないから、お願いします。今後もよろしくお願いします。仲良くしましょう。俺スタンミでエゴさしたりして、スタンミが配信してるとなぎさっちの配信が平和で楽しい、スタンミ一生配信してくれって言ってる人いたよ。やっぱ回収してるんだって。なんでなぎさっちの配信荒らすの、俺が配信してない時。やめてください。そうでしょ、言い方は悪いかもしれないけど、ちょ事実としてそういうのがあるんで、仲良くしましょう僕たちは。ロロしよう、ロロしよう、長引かせすぎるとあれなんでね、うん、いつもの配信戻ります。だから今回の今の動画を見て俺が思ったことでした。ちょっと言葉は強かったかもしれないけど、